後悔できるのは成長した証。過去の選択を後悔することってあるよね。そういう時って実は自分が成長した証なんだよね。もし過去の選択と同じ自分だったら、その選択は正しかったとかっていう風にずっと自分の選択を肯定することしかできないんだけども、過去の自分よりも今自分が成長したことによって高い目線で物事を見ることができるんだよね。そうすることによって、あの選択はもしかしたら違かったかもしれない、もしかしたらもっといい方法があったかもしれないって思えるってことは、新しい価値観に触れて自分の視座や視野が広がった証拠なんだよね。だから後悔できるってことは、自分が過去の自分よりも成長してるってことなんだよ。だから後悔した時はそれだけ自分が成長したんだな、そしてあの選択はあれはあれで良かったって認めてあげることが大事なんだよね。決して後悔は責めるためのもんじゃない、自分の成長を認めるためにするもんだ。